はい、今ですね、ベトナムのホーチミンにいます。で、ホーチミンの東京デリーっていう日本食屋さんがあるので、そこに来ます。今お寿司頼んだんですけど、大体日本円で言ったら600円、いや500円から600円ぐらいかな。お寿司、巻物、あとはサーモン、マグロ、エビですね。あと茶碗蒸し、あとは味噌汁、サラダついてますね。まあ結構安いです。で、お茶、まあ、現地の人だから高いんですけど、最近ベトナム人も結構日本食、まあ、高いのでも結構食べれるぐらい、まあ、少しは経済発展もしてきてるんで、ね、結構来てます。で、今から食べてみます。こっちですね。で、今こんな感じでレストランが出てます。うん、そうですね。